ようやく着いたわ。マジでゴミみたいに遠いやん、ここ。タクシー乗り場どこだ。誰もいねえ。てかさ、ふわっちさ、あのさ、イベラスってもう終わったの？あれ、なんでこれ。イベラスってもう終わったの？あ、やべやべ、俺のホテルかわかんねえ。わかります？何？ベトナムの最高司令官が亡くなった？ちょっと待って、それは事件だ。ベトナム人としてどう思う？いや、行かないとかんわ。それはガチ言ってる。あ、駅近かった。あ、ここか。ごめんなさい。近くてすいません。なんだ、めちゃくちゃ近いやん。いつものとこかと思った。なんだよ、ここかよ。秒でついたんやないかい。待って、思い出してきた。すいません、今日予約予定の、はい、椎名です。椎名様、ありがとうございます、はい。椎名様でお二部屋ご用意されてますね。はい、ありがとうございます。二部屋とも喫煙のフロアでいただいておりますね。はい、ありがとうございます。そうしますと、いつもご利用ございますかね。はい、そうしましたらお名前だけで結構でございますので、いただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。もう払い終わってますよね。はい、もうお支払いは済んでおりますね。はい、はい、は
はい、ありがとうございます。お前様の方、今駐車場のことで、あ、僕使ってないです。使ってないということですね。そうしますと、お部屋でございますが、喫煙のフロアで、8階の6号室でございます。また今回、朝食がつかないプランになってます。あ、そうです。85号お前誹謗中傷でブロックね、うん、てか開示請求ね、お疲れ、うん、今回が自販機8回。あ、ラッキー。あれ？やめられた。うわ、びっくりした。部屋と部屋に挟まれてるな。これじゃオフパコできんわ。最悪。パコれんわ。よし、着いた。ようやく着いたわ。最近さ、俺携帯見てなかったんだよ、全然。で、一斉に返す型なのね、俺。みんなわかる人いる？ LINE とかさ、なんか見るけど、なんかその返さないじゃん、みんな。もうそうなと思うんだけど、わかる？言ってること。で、俺一斉にバーって返すの、ガーって。まあ、いないんだけど、俺のお気に入りの女の子帰ってこんくなったわ、リアルな。マジで何件も送っちゃうもんね。だから、この移動か移動、あ、じゃあ新幹線乗り回って写真切って、で、そこで携帯見てバーって返したの、で、東京ついて目覚まして記録もついてなかったらまた送って、で、またね、東京で降りてそれ送って、東北新幹線に乗り換えて、新幹線乗った時も未読だったからまた一応送って、で、また東北新幹線から、高崎に着いた時にまだ来てなかったからまた送った、
許さんよ、俺は。俺は帰ってこないとしつこいよ。復活してやがる。何が？何が？おいらに絶対嫌。いや別にお前に LINE しねえし、お前の価値観って言わないでくれる。その子は絶対にいいし。やべ、これラストのコーヒー。東京駅に着いて東京の簡易トイレでパコって、その後にすぐ俺帰らないといけないんで、ちょっともうちょっと終わらせるぞってパコって、高崎さ、新幹線の向かいで高崎行って、その簡易トイレでパコった。マジきつかったわね。やっぱエアコン俺の家と同じエアコンじゃねえか。で、ベトナム行きます。もうダメだ、再婚しねえからなくなったから、もうベトナム行く確定。疑問が確定になった。完全にで、今日夜暇だから、配信終わった後もちもち電話できるし、3名まで予約受け付けます。でも1位の人が有利だよね。なんでかっていうと、寝ちゃうかもしんないから、そのまま寝落ち通話になっちゃうかもしんない。お前プラプラ舐めんな。多分1時間経っても空白のままだぞ。なめんなよ、プラチナプラスな。あマジでなめてってやられるぞ。ベトナム行く、ラジ行く、今度こそ旅するわ。さあ俺あとさ、なんかさ、俺やばいかもしれん。ダメだ、最近4校来ないわ。あ、じゃあ参考、リスナーの参考。なんか最近来てなくね、今思ったら。いや枠に参考来ないんだよ。いやもうフォロー3トップ、フォロワーランキング3トップ最強。いや今ふと思ったんだけどね、まあどこに行こうがいいんだけど、ふと思ったら最近来てなくね。え、ちょっと待って、あのバルーン風船でもいいからちょっと確認取りたい。モーちゃん、ゆりサメさんいる？スリートップちょっと待って、バルーン風船で教えて。
モーちゃん、ユリ、サメさん、ちょっとマジバルーン風船教えて。おい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 、マジで。もうちょっとあのフォロワー転向、フォロワーランキング上位、もうマジでダメだ。アリさんいる？バルーン風船でいいから。アリさん4位。あれ、ちょっと待って。シロさんいる？シロさん、バルーン風船で教えて。あ、やばいかも、マジやばいかも。ちょっと待って、アーサーいる？アーサー、バルーン風船転校。え、ちょっと待って、本当に言ってる？ゆかは絶対いるわ。え、ゆかさんはいるわ。ゆかさん、あ、いる、ゆかさんいる、ゆかさんはいる、ゆかさんはいる、しっかりと。え、ちょっと待って、待って、モナーは？ちょっと待って、ちょっと待って、待て待て待て、あの協定、いい、俺イベラスからやってないけど、イベントからやってないわ。なんだろう、 MI さんは？ひにゃは？ちょっと待て、15位までいくわ。モカさんいる？ハクナはいないな、あいつは女のとこ行ってるかな。テピは？あれ、ちょっと待って、本当にいない？モーちゃん、ユリ、サメさんいない？待って、なぜ落ちたんだよ。じゃあ俺も別にどうでもいい、もうその落ちようがなんだろうが、あれ、落ちぶれた、休校するかもしれません。
のベトナム最高シェイカーがなくなった。それよりも事件が起きた。マジで。行けないだな。行きたいけど。ちょっとモーちゃん、ユリ、サメさん、どこ行った？まあいい時間だぜ、21時ゴールデンタイムじゃん。サメさんなんて絶対来るで。いるか？私呼ばれてない。ちょっと安心させて。バルーン風船転校。マジで。一旦ちょっとバルーン風船転校。いやマジでバルーン。そうバルーン風船でいい。もうバルーン風船転校。もう花火までは言わん。もうバルーン風船。待て、ふーちゃんとかいる？いや、もうこれ。いや、待て、もうこれ、あれだわ。俺ね、ほんとね、恵まれてるって思うのが、言っていい？公開していい？マジで。あの、ポイントがね、あようやくだ、あの169位までみんな100万あの1万ポイント超えてる、うん、みんな1万ポイント超えてる169位まで今思ったけど、ムーさんがない、うん、どこで分かる、俺しか分からない、うん、パクってるよ、パクってねえよ、別に今流してるよ、生産流してるよ、くない、別にパクリじゃねえじゃん、勘違いすんなんてね、ちょっと待って、バルーン風船転校、なるちゃんいる、なるちゃん、ホグさんは、7月だよ、
で行くわ俺。たまたまだと信じたいよ。金箔の応援なのみんな。ただそれを確認したかった。いやなんか別に普段やんないんだけど、ふとこうやって思った。ふとね。と思う時があるじゃん、人って。ああそういえばあれどうなったのかなって。だからそれやってただけ、うん、ふわスロって何。苦しい、生きていけない。飲みかもな。友達いる？みんないないでしょ。だって配信者って主に似たものがやっぱりこう来るわけでしょ。リスナーも靴しか脱いじゃった。まあいいや。あ今日はどうかな。了解です。ダメだこりゃ。失ったわ。孤独になっていくどんどん、うん、マジでずっと孤独だわ。生涯孤独で、あと半年後僕はもう終わりです。俺にはベトナムに友達いっぱいいるし、パチンコ屋の店員とかさ、うん、6月1日7月デイリー1位です。キャスメイシップさんありがとうございます。6月1日7月1日ってどういうこと。不安な人、TikTok 行っても戻ってくる人多いよね。多いんじゃない。うん、不安はやめないって言ってるじゃん、ちなみに。言っとるじゃん。うわ、待って、この感じは俺の部屋に行ける。俺分かったことがあるわ。俺狭い空間ダメだわ。圧迫感がすごい。
圧迫感が、うん、いや壁地形よ、もうすぐそこだもんね。いや、マジ弊社かもしんない。圧迫感がすごい、圧迫されてる感じする。群馬に来てくれるリスナーさんいるのかって、 いないかもしんない。いいんだよね、なんか本当に、うん、来てほしいけどね、強制はできないでしょ。裏でさあ来てとかさ、うん、ガッチャンな、ガッチャンいつも来てくれて、うん、だから強制してないもんね。来るなら来る、来ないなら来ない。マジであの幅はやめた方がいい。どうやって沸かせばいいの？わかんない。どうやって沸かすのやつなんて。いや、無理にね、自分を作ってもね、なんか嫌なんだよね。営業じゃないし、うん、どうやって閲覧増やすのこれ。ベトナムか、ベトナム行っても増えんけどね。増えないんだよな。先輩たちのアドバイスで何かグッときましたか？本当にベトナム、もう てかガチで旅しようかな、うん、あの海外版マジで、うん、前言ってたじゃん、ハノイからダナン、うん、いや欲しい。プラプラの人30分配信、これね、なんかみんな勘違いしてると思うけど、配信者よくプレチナプレチナ似てとか、なめんなよマジで。プラチナプラスになったからっつってすごいわけじゃないからね。俺毎回言ってるけど、俺
舐めんなし、これ舐めんなよ、マジでぶっさらうぞ、ガチ舐めてたら。取っといて、ありがとう。でもセイさんもこういう時あるで、ちなみにね、セイさんあるよね。そうそう、サメさん来たかな。ゆりいるか、もーちゃんいる。関係ない、別に向こうは向こうでまた違うし、金額のやれ、楽しい金額、金額楽しい、そんなにワイワイ楽しくなくね、ヒリヒリしなくね、脳汁ピップ出るか、あれ出ねえだろ。俺初めてだぞ、あれ前回のイベントで泣いたの。あんぐらいなんか灼熱してやりたい、もうなんか全てを犠牲にしても。うん、 TikTok のそれは媒体が違うからね。10万で汁出ん、しかも現金じゃねえし、現金だったらいいけど、いやポイント天城府いらねえだろ、天城府なんて。ベトナム最高司令官、寝てたんだ。勘違いしてるけど、リスナーが楽しければええんよ。お前の汁とかリスナーには全く関係ない。確かに。積んでない。まだ。全然余裕だね、いや、なんか鉄さんの沸かし方が分かんないわ、もう分かんなくなっちゃった。どうやって沸くの、閲覧って。杉さん、どうやって閲覧沸くの、教えて、沸かせ方。マジで分からんわ、マジだって。調べてみるよ、じゃあ。一貫性って何？いや、それはね、コラボすれば簡単だよ。コラボすれば湧くやん。うん、一人でよ。うん、いや、マックスベトナムにいた時だわ、俺。一人でガチで最大閲覧叩き出したの。一人でだよ。
でもその時は確かなことが一つだけある、うん、数字のことをマジであんまり考えてなかった。ガチで考えてない。もうてかもうほぼ考えてないね。171号、それが分かってるの、なんでこうやって見に来るの。じゃあめちゃくちゃ分かっとるやん。お疲れ様。セイジはユーモアで喋りがうまい。確かにいい。これこのアンサーで、あーやべ、今日ずらんと落としてんだよ。カバはリスナーに優しいな。なるほど。誰がいいとかそういう問題じゃないんだよね。言ってない。理由何？チャリ漕ぎます、体張れって言われたんで、ただ黙って、うん、そうすればこれお金が飛ぶんでしょ。無口で俺のチャリ旅とか見たことないあるやついないだろ。もういなさそう、その時から見てる人、うん、地獄だね。ナブホやな、窓でわかるぞ。ちゃうわ、お前こんな狭いラブホなんてあるか。奥行きもうちょっとあるわな、ラブホなら。お前生き慣れてねえくせに言うなって見え張って。そう、ゴールノーリアクション、着いた、疲れた、ようやくだわ、終わるわ、終わり。ありがとうございました。だけやった。まあ誰にも波はあるんじゃないですか。うん、やっぱり、うん、今こうなってる時なんだよ。閲覧は、まあ、閲覧はっていうか、でも断言できることがある。マジで
誰が誰だか分かってきた、リスナーが。だってもうここベトナムから帰ってきて別に何もやってないでしょ。やっぱヤジは猿じゃん。あ、こいつを見ても別に今日何も進展ないだろうな。だからヤジっていうのは進展ありそうな枠に行くんだよ。でもそれでもなくて、このなんかこの配信に来てくれる人、うん、太った。で行く、ね、知らんで帰ってこれなくなったらマジね。それか徒歩企画やる、真夏にね。徒歩企画なんだっけ、からどこゴールにしようかな。新宿。やったわそれ、やったわいたわそんなやつ、いたなマジで、マジでいたな。いたんだって実際に、そんなゴミ野郎が。お嬢さんがあと30分で着くね。仕方なくない。そのたまに見かけてんの。ライブでツイキャス。ベトナム行くわ。
もう考えすぎるとつまらなくなってくる。考えれば考えるほどなんか何もやる気を起こさなくなる。やばいよ。お前らどんな気持ちで見てんの。たまにはあのさ、コメント勢がね、ちょっとあれ、あ、メンシップ見てみる。メンシップ人数、チェックいきます。俺の予想50人減ってる。あ、やべ、めっちゃ減ってる。129人になってる。うわ、終わったわ。129人だって。なんかそのツイキャスからふわっちに行くってなった時にさ、それと同じ感覚なんだよね今。蚊帳の外みたいな。だって俺も初めてふわっち来た時誰にも相手されんかったもん。みんなに一人ぼっちだから。その時はキャスからまだふわっちにあんまり来てない。それはないだろう。いや、アンチなんていらないもん、ふわっちに。ちなみにだってアンチなんて取り入れだってな、得がないじゃん。お疲れ。台湾は感謝はできないんじゃないの。閲覧いると、アンチいると閲覧増えるけどな。もんじゃないの。てかベトナムしかないのがダメなんじゃね。
じで。韓国はね、一回行ったけど、つまらんかったぞ。つまらんかったっていうか、なんか楽しくなかった、あんまり。あ、てか海外でもね、ヘイヘイ君って最近何をやってるの？いなくね？やってなくね？やってるの。そうなの。全然目立ってないから。粗品の見てな。長くね。マジでいいな。だから時給は20ポイントですね。 20PT です。やっぱ移動すると疲れるわ。ドッとくる。ちょっと10秒だけ負を全力の負出していい。10秒だけいきます。はあ疲れた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 。
イライラしてないよ、うん、いや、じゃあ、あの課金とかじゃなくて、マジで気にしてないアイテムは、もしあのパルちゃんの TikTok 見たか、あの髪型の TikTok すごかったね。でも毛の成長がすごい分かりやすくない？髪の毛の成長スピードがやっぱりあのなんかすごい分かりやすい。こんばんは、あのパルちゃん見てる、毛がちょっと生えてた、今日のバチが格好してた、くさっ今日面識やろうかな、てかあのあーまあいいか、できないか、行くのかな、行かない、行かないのかな、どっちなんだろう、カエルさんありがとうございます。豚肉でかい、この豚肉はでかいわ、158円だったわ、待ってる、何作るの聞いてみる、はい、あ、もしもし、ごちそうさん何時に着く、はい、11時前ぐらい、11時前、うん、あ、じゃあ今日あの11時前、そうだね、今日なし、時間ぐらい、今日なし、あ、飯なし、何が、飯食い行くのなし、あ、いや、行きたいな行くでもやってなくない、もうやってないから、ちょっととりあえず今高速乗るから、うん、うーん、とりあえずちょっと前橋の方着いたらまた連絡する、うん、ごめんね、はい、まだまだ、うん、全然まだだわ、はあ、ここら辺コンビニないだよ、もうここも田舎なんだよね、今日なしでいいよ、もう、もしもし、はい、今日なしですよね、え、ちょっとあのデロワンとのバトルがあるんですよ、できない、ば、マジで、いや、わかんない、いや、まあちょっと、あとどれぐらい作るんですか？ 5 分
ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ、どうしよう。どうしようどうしようどうしよう。そう、あー、どうしようかな。え、行くとしたらどこなんですか？あの沖縄？まあいいや、じゃあそのまま行くか。そのままやりながら行くか。はい、スマイル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 、スマイルスマイルスマイル、スマイル、スマイルスマイルスマイル、スマイル、ほらちょっと寒気するとか言われるでしょ。ほらね、ちょっとでも明るい枠紙にしようと思ったのに、わしようとしたらそうやってディスられる。もういいや、もうね。すみません、ごめんなさい、何もしなくて。普段の配信ごめんなさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。ごめんなさい、すいません、ごめん、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、つまらなくてごめんなさい。
めんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。バカにされるよね。すいません。あれ、俺鍵どこやった？なんで鍵がねえのこれ。Windows システム障害らしいよ。あ、なんか野田さんのやつ見たな、それ。まさかだと思うけどさ。俺これマジで病気かもしんない。あ、違う違う、これじゃない。鍵刺さってたらマジ俺、あ、俺マジで病気だわ、はあ、マジ病気だわ。病気格だわ。いや、配信は楽しい。俺はね、いつもと変わんないから、毎日配信してるからね、配信は楽しいよ。でもその見てる人につまんないとか言われるとさ、やっぱ腐ってくるわけよ。聞くわけよ、俺だってマジで聞いてるじゃない、ちなみに。そうすると何を考えるかって、あ、じゃあもうみんなもね、そうと思ってるのかって思うじゃん。コラボになると話が違うじゃん。だい、ね、コラボしたらさ、閲覧増えますよ、そりゃね。増えますよ。しまくれば。毎日のようにコラボして、コラボして、コラボして、毎日コラボして、毎日コラボしてって。あ、お疲れっす。AL5 ってやつ、マジいらねえんだけど、お前。お疲れ。疲れてきた俺も。マジで。なんか最近説教って何？説教するって言われてたもんね。最初からデさん、ああ、そうする、説教するって言われた。このコメントで、そんなことじゃないでしょ、デさん。絶対ない、必要ないだろう。車直ったんですね。車直った。ボコ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 だったの。高級車。風邪って言ってませんでした。え、今日ないかと思った。飲みって。風邪だよ、風邪言ってるけど、月に1回ぐらい小前に会いたいじゃん。そのどんだけ俺のこと好きなんですか。好きに1回ぐらいは。木本さん、マジでちょっと25日の TikTok の大会、マジで家には投げてください。 TikTok はほぼ見てね。マジで見て。じゃあ TikTok の見て、俺が戦う時になったら。 TikTok の嫌なとこってさ、俺が入ったのがお前にバレるじゃん。いや、だからいいんじゃない。それが嫌な。じゃあ名前変えればいいじゃないですか。それに気づいちゃった時に嫌だな。だから誰か教えなくてもいいんで、名前。だからユニバ投げてください。なんだよ、やだよ。
いやマジで嫌だよ。もう投げて。TikTok そんな儲かる？いや儲かるとかじゃなくて勝ちたいから。何やそんな儲かるの？いや勝ちたいから。ふわちゃんが儲かるよ。え、ふわちゃんが儲かるの、うん、だから何ニュー。じゃあ儲かるとかじゃないんだよ。なんだよ。でさ、何もしてなくて儲か、も儲からないでしょ。でもいや分かってるな。何も分かってる。仕事もそうだけど分かってるよ。な新居宅、また新世界に出た。新世界っていうか、まあ、うん、チャレンジだよね、うん、それリスナーさんにも話してるけど。俺全然話飛ぶんだけど、あれベトナムの配信、あれ YouTube ライブでやってたんだね。コマユーヤっていうチャンネル見つけて、あれって思って。あ、ちょっとね。でもあれすぐ切った。なんか全然ダメだったから。あ、全然ダメだった、うん、あ、収益にもなんなかった。収益にもなんなかった。あ、なんなかった。なんなかった。へ、ごめんあれ。へ、木本さん車買ってください。いやいや、買えるだろ、コマユーヤスーパースターなんだから。いや、マジで買って。買えるだろ、余裕で。ガチで買ってほしい。ベトナムで使った金考えるの。何買えたんだよ。安いフェラーリ買えたよ。もうプリウス買って。プリウス買える、ま、マジプリウス余裕で買えんだろ。いや、ガチで買ってください。300万円ぐらいだろ今。マジで買ってください。てか配信どこか、さっきのなんかの酒場。いや、もういいよ、あそこで。もうつまらないつまらないって言われるから、本当なんかメンタル来るわ。もうさっきの言われたから、もうマジで今メンタル来てる。いいじゃん、言ってくれるだけ。聞いてる感じで言ってくれるだけでいいじゃん。本当につまんないやつは何も言われねえじゃん。いや、もうマジ聞いてる。いいじゃん、人がいるの。でも思ったけど、別に今日だけじゃないのに、明日もあるのに。そうなんだよ。なんで今日なんだよ。サコヤが飯食いて絶対言ってない。サコヤが飯食いて、小前くんと飯食いたいです。それな、つまんない時そっと他の人の配信見に行く。苦しいわそれ。もういつもいつもごめん、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません。バトルはいつ、いつからやろう。25日。はい、25日。あ、今日じゃないの。あ、今日も やるよやってたら、すいません本当に。はい、後ろです。あ、すいません本当。なんかもう申し訳なくなってきたわ。すいません、ごめんなさい、すいません、もうほんとすいません。これネタじゃないでね、ちなみに。すいません、すいません、すいません。ねえ、俺財布もないよ。暴言は無理っすね。すいません。ギャンブラーすいません。心が苦しい。
と何が変われるのかな。てかまず400人いること自体が奇跡だと思うけどな。あれ、もう遅いから小林と先にあの沖縄の店行ってますよ。いや、この人ケモジさん遅いからって言うけど向かってること知らんかったし、ケモジさんが俺と会いたすぎてもうすぐ向かったんじゃないの。違うよ、ちげえよ、俺にはもっと前に来るって言ったんだよ。そもそもそうなの。そもそも9時だ、9時か10時ぐらいに。ケモジさん、タバコ買ってください。なんでだよ。待って、あるのか。ないわここ、まあ、なんでないだここマジでぶっさ、もうマジで。あ、どこだ。あ、ある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 じゃん。あった。有効期限切れで買えないよ。え？俺のパスポ買えない。有効期限切れで持ってる。有効期限の更新を申請してください。もう買えねえんだ。あ、俺のやつが落ちた。あ、俺の商品を選んでください。あれ買える？これ？うん。パスポをタッチしてください。あ、ダメや。あ、ダメだ。有効期限待って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 。何パスポの有効期限ってそんなある？分からん。待って、それやばくね？おい、ちょっと待って、ケモさん、やばいことが起きた。何今度は。ガチャでやばいかもしれない。何が？あ、あった。これやってみて。有効期限。あ、いける。お前のいける。なんで？なんで？なんで俺のダメなの？二十歳の時の俺。誰だお前。商品を選んでください。ああ、どうぞ。あ、二個買ってやろうと思ったら売り切れになった。現金を返却します。何？いいこと、現金じゃん。売り切れになった。存在価値ないかもしれない。泣きたくなってきて。嫌じゃないよ全然。いやだからそのつまらないって言われると聞くわ。マジやめて言うの。分かってても。ケンモチさんしっかり横断歩道渡らないと。車の気持ちなってみんや。渡るけど俺も。匂いがすごいわ。いや、よくあるじゃん、タバコ。やっぱヤンキーすごい。もう負のオーラを出す。暑いな。いや群馬ってそれ暑いわ。そうだ、群馬暑いわ。てか俺思ったわ、これ二窓してるわ、このコメント欄の流れ。多分モンジョリとかいろんなとこ行ってるわだろう。ほら始まったわだと思った。思ったよ俺。興味さん、あの個室の方行こう。 あっちの方がいい。あーでも金か。終わったわ。うるさいぞこれ。
いやでもここしかないよ、うまいとこ。うわ、いるぞ、いっぱい。いっぱいいる。うわやべえ。どこにする？いや、一応行ってみよう。うわこれ配信できないな、うるさすぎて。開いてるやん。すごい、すごいです。さ、3人でしょ。ありがとうございます。ラッキーじゃん。ん？ラッキーじゃん。いいって。いいって。だから何しやんの。やる。意地。向こうの部屋だ。何飲みます？シークワーサーサー。切っていい？きつくなってくる。切ればいいじゃねえいきます。うん、飯食やるよ。うん、あ、やっぱやろ、やっぱやろ。もうまたいいや、もう何でもいいや。押す、やっぱやるわ。朝サワー2つ、はい、あとゴーヤチャンプル、ゴーヤチャンプル、
あと海ぶどうか、あ待て違うわ、もずくだし巻き卵、もずくだし巻き、とりあえず以上、あ待ってごめん、やっぱそうめんチャンプルにする、ゴーヤーチャンプルじゃなくて、1時間ぐらい、ちょっと今団体さんがバタバタって、あ、まあお酒さえ、お酒はすぐ出します、はい、わかりました、はい、少々お待ちくださいませ、団体だった、団体カラマンシーサワーもないな、確かに、何カラマンシーサワー、いや、なんかライムみたいなね、ドラムある、ドラムある、ない、ベドラムにある、ドラムあるね、早く酔っ払いたい、もう来たなら来たで酔っ払いたい、もう酔っ払いたいなら青森飲めよ、じゃあ、おい、クソマジ青森マジ嫌いだな、ちょっと辛いっすよ、学生みたいな、学生、お待たせいたしました、出発になります、ありがとうございます、失礼します、どうぞ、ご無沙汰、うまいわ、まだかっこいい、ケモさんっていつから社長やってんの？25。お待たせいたしました。お楽しみになります。ありがとうございます。失礼します。最高年収は？最高年収？年収。給料は？うん。そんなもん。あ、いいですよ。全然計算って言わないです。はい。給料もらってない。年収。年収でしょ？1000万円だよ。あ、1年で。1年で。1ヶ月の収入、だから1ヶ月だから100万円ないぐらいでしょ、多分給料だと、へえ、会社に納めてるってこと、でも会社に納めてるってこと、だからまあ会社の経費も使えちゃうじゃん、俺の場合は、これご飯食べたりとか、本当だったらもっとあるってことでしょ、給料全振りすればね、全振りしちゃうと税金が高くなっちゃうから、車も会社のもんだし、ある、おい、僕そう、会社所有にした方が節電になるわけ、うん、給料を取っちゃうと所得税になっちゃうから、所得税の税率が一番高いわけ、それ意味あるって話なんだ、だって俺も会社にしようまあできるよ、じゃあ俺経営者になる、なれるよ、それは法人特殊でいいだけだから、30万だよ、投資家になって、投資家じゃないの、店立って成功させるアパレルえ、アパレル行くの、なんでアパレル、服好きだから
でも名前まで決めてある。テンペスト。なんか聞いたことあるんですか。テンペストって。なんか聞いたことある。なんかワンピースかなんか出てこない。出てこない。テンペストか。あの服好きって言ったとお前じゃあアパレル経験何でもねえじゃねえかよ。いやまあ俺は やればできるから何でもできちゃう。服をな自分で作って売るってこと。そう。いやセレクトショップじゃなくて、いや仕入れじゃなくて、仕入れじゃなくて、仕入れじゃなくて自分デザインから。おお、めちゃめちゃ金かかるよ。一回やろうとして挫折したけど。デザイン能力はあるから。ああれか、テンスラね。あ、テンスラ、テンスラね。これ絵うまいよ、ちなみに。絵うまいよと、まあ、うちの制作が書き起こしたんじゃねえか、結局。いや違う、俺昔から絵うまいんですよ、昔から。それはだって、まあ、版にしなきゃなので、そもそも。うん、わかる。いや、あれは簡単なやつ。手で書いたものを版にデータ化して、版に起こさなきゃなので。いや、あれも記事がね、悪い。硬いやつがいい。こういうやつがいい。それはそうだろう。いや俺やるわ。とりあえず急で作ってんだから。でも今白 T 専門店があるぐらいだね。でしょ、うん、何を無視でしょ。うん、だから白 T ってマジでいかない。ああ、DJ ね。DJ クラブ、クラブ。DJ、お前だってミキサー持ってんのかよ。持ってないけど、うん、これからやる。いいね、やりたいことがいっぱいあっていいね、うん、まだ全然いけない。こうカラオケできますって。あ、こっちはできなかった。こっちはできない。カラオケやってるのにカラオケ隠してどうすんの。秋山さん、 T シャツ作りたい。ガッチガチの生地なんです。ガッチガチの生地のやつはだから一旦カラオケ買わなきゃなんだよ。一旦布ってこういうロールなんだよ、スタートが。わかる、うん、それが一旦っていう表記なんだけど、だから T シャツ何百枚も作んなきゃいけない。わかる、ボディから選ぶ、そのボディの素材から作るってなるから、まあ、それを本当にさばけんのかって話になるから。さばけるさばけねえじゃん、テンポねえじゃねえけど。俺マジ決めた、T シャツ作るわ。その前にテンポどうすんだよ。え、だからその見つけるんだ。で見つけるには今度はそのブランド立ち上げました、次にやるのはその展示会っていうのやるわけで、うん、わかる、東京ビッグサイトとかそういうところでやってんだけど、そのこういうブランド作りました、うん、あのお宅のところで卸してくれませんかみたいな、今度営業が始まるわけだよ。これがめちゃめちゃ大変なんだよ。いやだからその記事はそのサイトにあるじゃん。だからサイトにあるよ。普通 そのヘビーウェイトとかになったら別にいいよ。本当にこういう記事がいいんですっていうこだわりから始まっちゃうと、じゃあ木原さんこれ触ってみ、これ何がこういう記事。いや分かるよそれは。だから前のヨレヨレだったでしょ。まあしょうがない、あれが嫌なんだ。洗濯してはそうでヨレヨレ。お前金は何もしてないの言うなよ。時間がないのにあれ選んでんだから。はい、あ、ドリンクいいっすか。あ、少々待ちください。今日忙しそうっす。団体が来てるんですよ。何なんですかね。いつもと様子が違うじゃん。さっきの本気決まったんですよ。俺勝ち経営者になるわ。待ってくれ。でもまだ行ける気がする。待ってくれ。ギャンブル。そいつは法人特選には30万だよ。あ、シークワーサーサワー。シークワーサーサワー。はい。もう2つ持ってきちゃってください。はい。え、これやるわ。で、経験だからやった方がいいよ。で、ね、え、じゃあまずは、とりあえず、30着作る。いや、だからそれ高いじゃん。枚数使わないと高く作るじゃん。でもそれでもいいです。で、30着。高く作るでもいいから30着。じゃあ30着を無駄回し、どこで売るんだよ、まず。ネット？
まずリスナーに言ってじゃあリスナーに買ってもらって、そのリスナーから声を聞く。だって売れなかったらさ、で一着も売れなかったら、その来てくれた視聴者、来てくれたその感想とか聞けないじゃん。でまずは協力してくれるリスナーに。リスナーはだって狛江好きで買うわけでしょ。そうだから服好きで買うわけじゃねえんだろ。そうだからこそ買ってくれて、うん、でデザイン完璧。まずテンペスト、英語でテンペスト以上。マジシンプルイズザベスト。まあ、デザイン起こしてからやってくれるから、うん、だから本当にさ、ブランド作るんだってこういうさ、リブとかも作んなきゃいけないんだよ。そうだよそうだよじゃなくて、リブ作るのに最低100とか1000だったような気がする。何1000だよ。ロットがリブをね、この例えばこのテンペストっていうのは 1000個作んなきゃいけない。リブから作るんだって。いや、売れるて。失礼します。いっぱい売れる。で、服は1着5万から。マジで T シャツが、うん、まあ、ハイブランドじゃねえよ。バレンシアガークラスじゃねえよ、うん、でも、5315だから150万なんだぞ。1着5万限定モデルで、俺が別に絵の具とかで最初デッサンしてもいい。いや、マジでうまいから俺。いや、それぐらいの価値の服を見出す。いや、デザインできたら待ってるよね。お前デリヘルやるっすな。あ、デリヘル、あ、デリヘルもやりたい。デリヘルは簡単。デリヘルの経営は多分ね、すぐできる。でも周りの人にも、まあまあ一応あれ風営法の許可してる。だけど200ぐらいあれば最初はいける。どっちかでやる。デリヘル。川崎で。事務所も借りたくない。面接あり。ブスはやったわ。少しでも腹がたるんでたら絶対やったわ。いいじゃん。それはいいじゃん。で、おっぱいの形もしっかり見る。見せてっつって。脱いでっつって。で、ああ、でも君のおっぱいなんかきついなーっつって。それもリスナーからまず進まれるんだよ。それもリスナーから。それもリスナーから。まずは。小前くんも久しぶり。前にバーに来てもらったものだけど、あ、うん、うん、ここで、あそこのバー違うかな。あのサイン書いたところか、違うか、どこのバーだ。285さん、マツーマン講習。いや、なし、別に触りたくないから。もうね、女抱きすぎて、もうどうでもいい女。それは嘘だけど、強がりです。あそこのバー、あそこのバー、そっちに移動した方がいいんじゃない。いや、ここご飯だよ。おい、作ってる人の意味聞こえないよ。いいよな。ご無沙汰しております。これからそこに遊びに行こうかなって。あの、これあの後から一人来て、あの企画会議があるんで。そうなんですよ。え、だって価値も来るんですか。いや、今度は。は？どういうこと。今日でしょ。明日。明日は来るんですよ。え、だからその企画なんでしょ。明日はね。え、価値は泊まるの。明日。いや、泊まるかどうか知らない。そんな、いや、ゆしかっから帰るんじゃない。うん、遠いよ。伊勢崎じゃない。知らないけど。いや、言っちゃいけないんだ。すぐ帰れるんだよ。酒も飲めないって言ってる。じゃあみんなでうちのバーに移動しようよ。暇なんだ。暇なんだ。今日暇なんすか。Oh, yeah.
めっちゃいいこと考えた。いや思ったんだけどさ、ちょっとすごい今パッと思いついたわ。あのさ、あのさ、どうせさ、みんなやってるじゃん配信で、多分、うん、金箔終わったらどうせみんな配信切るんだ。ふわっちとかに流れてくるでしょ。でもさ、そのさ、まあ流れてこんじゃん。だったらツイキャスやってたらよくない？ツイキャスやっててさ、そっからさ、TikTok に行ったよね。これ当てんじゃねえの？俺の策略。どう？そういうのうまく使ってやってかっても、今のおでには多分ダメなんだよね。で、ちなみにゆり、もーちゃん、サメさんいる？定期的に聞いてくれ、これ。よかったですね、早く。よかったですね。いる？ふうさん。ありがとう。最近どうなんですか？赤字？赤字だよ。赤字だよ。赤字なの？赤字だよ。え、何やってんの他に？経営。俺が？うん、だから今だからパチンコでしょ？デザインでしょ？うん、あとコンサルタント。それ全部含めても赤字？全部含めても赤字。じゃあやっていけないじゃん。やっていけないよ。それは嘘でしょ？それは嘘でしょ。いやでも今赤字だ、赤字。うわ。え、パチ、パチ屋でも、ねえ、ケモさん、パチ屋のね、まあ、やり方が良くないわ、多分。俺思うけど。なんで、なんでうまくやんないの？うわ、キモ。最近、最悪。コンサルって一番怪しい職業だ。だってさ、で例えばさ、じゃあ俺、ね、なんかさ、どんな演者でも呼ぶとするじゃん。で、その、一時だけでしょ。来るとしても。そうだよ。で、それギャラ払って終わりでしょ。そうだよ。それで店の利益にならなかったら意味ないよ。次を掴もうとしないと。そうだよ。で、配信でも同じなんだよ。何かの企画やったら、一人でも掴んでくれるんだよ。俺はね、あとパチンコ、まあまあ、仕方ないけど。なんかでもさ、古びた店でもさ、なんか出る店ってなんかめっちゃ並ぶじゃん、ガチで。で、あま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 あ、まあまあ見ないけどね。まあ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 。あとね、俺嫌いなのが、あのバラバラ、台がバラ、固まった台がなさすぎて。で、0.2 スロとかいらなくないですか？まあでもまあ今ね、それ0.2スロ、2スロか、2スロ。失礼します。はい、今お皿持ってきます。こう戻すか、ね、これパチンカスいる？この中にダメだ、これみんな金額いってるわ。え、みんなのさ、マイホってどんな感じ？みんなのマイホ。行きたい店ってどんな感じ？収穫がいいからな、みんな行く人は。まあ出るか出ないかな、うん、出そうな店に来る。そう、うん、だって実家の近くにマラフあるんですけど、そこには絶対行きたくないもん。
出ないから客付き悪い。それお前だけだろ。いや客付き悪すぎて。大きい店でトイレの綺麗なんですどん底配信したんだけど、こいつみたいなピンク配信見ない。でも中村の方が今言ってないのよ。水物だから分かるだろ。いや何言ってんすか。あなたには勝てませんよ。一番だって。でも確かなことが一つある。このずっと一人でやってくるとマジで投げてくれる人の数が大幅に違う。無料アイテムは少ないけど、ここで投げてくれる人がめちゃくちゃ多いから、不思議と。誰だ。これはガチ。最近のフワの配信しちゃって、クソつまんない。つまんないらしい。あ、三栄さんと同じぐらいのくらいでチェーン店ですが、ともえスマスロ専門店にしてうまくいってますよ。毎日なんだよ。ともえって言うの。ともえって茨城の方の方が。199号さんは経営者。違うだろ。誰誰雑談。誰誰でもいいんやろ。もう文章見たら最強で、勝手に人がやってくるじゃん、文章の前って。でもガイア知ってますよね。ガイアの破産って何でか知ってます。なんで潰れたのガイアって。今1個のニュージャンのいいかもね。なんか店の収益は出てたけど、お客さんの数は少なかった。それがずっと続いてて一気にダーンと落ちた。言ってることがわけわかんない。店の収益が出ててなんだ。それってお客さんが少なくても店の収益は絶対出たの。それなんでかというと釘を締めたりとか設定を入れなかった。でもガイアというブランドがあるからみんな来るじゃん。怖いんだよこれがまた。でもガイア一応今民事再生だった。あ、ガイアすべかいない、うん、そう。そうなんだよ。そう、お客さんの数が少なくなってもその分設定を絞るの。
そのイベントや、よくよくわからないし、ね、よくわからないし、ね、そう、あるかもね。だから入れないと、絶対マジで誰であろうが。でも集客がないですよ、でも見ないでね。あ、お前ツイートしたんすよ、ね、しろよ。しろよ。例えばさ、あのカラクリとか、カラクリじゃないわ、なんだっけ、カバネイとかさ、設定6下確定とかあるじゃん。あ、6、6、2次。あえてゲーム数絞れるわけでしょ。ああ、店長カスタム設定すればね。え、北斗の剣でもそうだし。ってことは、あの、早い店じゃなくて、お客さんがいない店だったら、まず、その、つけるために早いうちに見せといて、ずっと粘らして座らしとく方が良くないですか。あのだって設定6せっかく置いても客付きつかなかったら、だって飛ぶわけだもん。分からないから、うん、だからもう早い段階で見せた方が絶対いいですよ、あれ。あね俺だったらタコ粘りするけどね。お待たせいたしました。はい、1回目のあたりで設定下出る、そういうのは両手になって。1回目の下で出れる設定なんてないよ。そないけど、その早い、なんか大体のゲーム数 で設定できるじゃん、今のやつって。置いてもグラフがちょっと下がっただけで、ね、客付き少ないし、たまたま出たんかと思って去る人もいるから、ね。卒業式だわ今日。え、卒業式？俺だって早く来たのに。遅いんだよ。で、明日の曲は何？言えないです。明日になる。明日、明後日。いや、これから決めるっぽい。え？大体の枠は決めしたけどね。だからそれの準備をするに、ドン・キホーテに今いますって。あ？今あって。ベトナム行くわ。
かる。だって同じだもん。まあ、台の構成も変わんねえしね。まあ、カジノで配信できるところなんてどこもねえしな。いや、クラブ99は降りたよ、足やっていいって。マジで？あ、でも限られるけどね。限られるとは、まあ、いろいろとなんかあるらしい。安心できるんだ、うん、え、バカラとも？バカラできない。バカラできない、ポーカラ、うん、あ、やっぱりね、テキサスホールディングスしてみる。いいよ、したところで意味がないから。もう場所は言ったのもん。久々だわ、こんな下がったの。気持ちが、うん、あ、知らんか、うん、ティックトックと同じぐらいね。あ、ティックトックもこのぐらいなんだ。ツイキャスでさ、今日チラッと見てたらさ、なんか新しい女の子すげえ面があるんだな。誰？天使なんとか。ああ、なんかすごい、すごい。ニコ生の子です。あ、ニコ生の人なの、うん、だからね、1500人いるから。ニコ生の女強いわ。バーに移動する？バーもない。うるさい。え、バーもうるさい。バーってカラオケあるもんね。全然変わんない。スナック、うん、デザイン考えてくれるな。やばい、もう最近女の子と遊んでないわ。なんでできないんだろう。とつまつやへんの。とつまつやへんの。すいません、すいません、シークワーサーサワーください。シークワーサーサワー、お一つです。はい、多分わけが来たりしない。
終わっていい。メシピやるんじゃなかった。メシピやるんじゃなかった。どうしましょう。これ爆睡だわ絶対。いやったらやめるわ。さすがに。つまんない。アホさんありがとう。やめて。たんだから。ナイトホンさん。うるさいよね。十時半にみんな戻ってくると思うよ。で、その大体何するかっていうのはどういう感じ？なんで配信で言うんだろう。またあとで。